ムールフリットベルギーワッフルプラリネ本校ではベルギーで食べられている料理について解説する。ベルギーの郷土料理はフランスの料理とよく似たワロン料理とフランス料理を基礎に独自の発展を遂げたフランドル料理に大別される。共に伝統的なフランスの料理を基礎としているためベルギーの食文化は概ねフランス北部のものと似通っている。 フランス北武道用バターやクリームを大量に使い、煮込む料理とグラタンが多い。メインコースは大きな皿に一人前をたっぷりと盛り付ける。相違点としては、フリッツやマッシュポテトといったジャガイモの付け合わせが主食に当たるものとして、確固たる地位を築いていること。ブドウの栽培に適さない気候のためワインはほぼ輸入で、まかない、ビールの種類が豊富なこと。 そして、ビールを使った煮込み料理。朝食、昼食は軽く済ませ、夕食にしっかりと食べるというのが主流。朝食は、タルティーヌと呼ばれる無精白の小麦を使った、薄切りパンとコーヒーか紅茶で済ませることが多い。ワロン人は、ジャムなどを塗っただけの簡素なものだが、フラマン人は、燻製肉やチーズを乗せて、サンドイッチのようにして食べる傾向がある。 日曜の朝は、ピストレという皮に牛乳を塗って焼き上げた拳台の白パンが伝統の朝食である。昼食はテイクアウトなどで軽く済ませる。移民の経営する出身地料理の軽食スタンドが都市部にはほとんどどこにでもある。バゲットを使ったベルギー風サンドイッチのスタンドなどがある。午後には紅茶やコーヒーとともにチョコレートやワッフルが食べられる。 夕食は1日のうちで最も豪華である。ステーキなどの肉料理や魚料理に野菜を添え、ジャガイモの付け合わせを盛り付けた3点セットがよく食べられている。スープが添えられることもある。デザートはほとんど必ず添えられる。肉類はほとんど日常食であり、ステーキ類は簡単な家庭料理に属している。北海に面しているため魚介類もよく食べ。 ムール貝が名物となっている。チーズもよく生産されている。牛肉、豚肉、鶏肉いずれもよく食べられる。ウサギ、ハト、ガチョウ、ウマ、カエルも時として食卓に登る。ジビエで名高い国でもあり、ノウサギ、ウズラ、キジ、カモ、シカ、イノシシなどを食べる。フォアグラの生産も行われている。加工肉では、肉の燻製、ハム、ソーセージ、 ウィンナー、ベーコンなどが作られているが、ブーダンは特に有名。肉の臭みを消し、柔らかくする、ビール煮込みはベルギー独特の郷土料理。ジビエ料理にはラズベリーなど、野生のベリー類を添える。魚介類では、ニシン、タラ、ヒラメ、ウナギ、マス、クルベットと呼ばれる小エビムール貝、ホタテなど。エスカルゴも食べる。 ムール貝の白ワイン煮とニシンの酢漬けと下ビラメのムニエルがある。特にムール貝はフライドポテトを添え大鍋に入れて供される。野菜はホワイトアスパラガス、ポロネギ、ジャガイモ、キャベツ、ニンジン、エシャロット、玉ねぎなどがよく料理に使われる。ホワイトアスパラガスはベルギーの春の名物で茹でて バターと和えたりマヨネーズを添えてそのまま食べるほか、裏ごしして、ポタージュを作ることもある。フライドポテトは、国民食となっており、ステーキやムール貝の定番の付け合わせとなっている。フリテリーというフライドポテト専門のスタンドがあるほか、家庭にも、フリトゥーズという電子式のフライヤーが存在する。マヨネーズなどソースをかけて食べる。シコンと呼ばれるチコリを、 南か栽培させた野菜はサラダに好まれる。キャベツは、シュークルートの材料。塗椒の実を入れる。ポロネギや玉ねぎはバターで炒めて煮込み料理に入れる。ありがとうございます。